助かりたかっただけだ。撃て。欲望に入れろ。アシュ。目を離すな。よし。連れて行け。どうした。早くしろ。返しのつかないことになるぞ。あの女は。そうだ、彼女はこの場所を知った。いずれにしろいつかは殺すことになる。だがまだだ、今じゃない。その時は俺がやる。したようですね。じゃあ降りてください。はい、裸が似合う男ですね。これ結構ね、筋肉ついてる。最初はもっと痩せてるんですけど。それはそうか。はい、はい、では最初にまず馬を呼んでもらいましょう。はい、あ、この辺り口笛はちゃんと選択できるんですね。アフリカでも馬を呼ぶことができると来ましたね、馬ね。はい、じゃあ馬乗って周りをちょっと見てください。はい、はい、馬ね、馬もどこでも呼べます。ほうほうほう、はい、まあちょっとね、交換がちょっと当たってたんですね。これあの男子は必ずやりますね。まあね、はい、まあ、あの辺もミッション行ってもいいですけど、ほうほう、まあこっちなんで今日は。じゃあちょっとあのマップ開いて状況の確認をしてもらえますか。はい、アイドロイド、はい、来ましたね。これマップなんですけど、はい、こっちジャングルが広がって、あそこがちょっと怪しいと。あそこに行きます。ターゲット予測、今回のミッションは。はい、はい、で、あの道沿いに行ってもいいんですけど、馬なんでちょっとね、
生きにくい、ね、ジャングルちょっと生きにくいなと。なんで運馬やめます。いや、やめます。運馬はいいけど、せっかく呼んだけど返してください、はい、で、まあ、馬を置いていくんかというお叱りありましたけど、実は戻せます。フルトンで出ました、基地に戻せます。ねえ、それはまあまあ、はい、はい、じゃあ崖側から回りまくりましょう、はい、でこの向こうに崖があって、はい、ショートカットができるんですけど、はい、ここで新しいギミックが、おあんたネイキッドじゃないか、気づかれちゃいましたね。そんな格好では危険だ。そりゃそうでしょう。趣味じゃなければ何か着るんだ。趣味って呼吸を指示してくれ。ツッコミどころがたくさんありますね。じゃあせっかくなんで新しいスーツを主演補給してもらいましょうか。はい、もうヘリでダンボールで送ってもらって、ちょっと崖の上に今指定しました。なるほど、これわざと崖の上に今、はい、時間短縮。なるほど、クラッククライミングで登れそうだ。おお、ああいう割れ目があるんですけど、はい、まあここは登れると。おお、すごい。あ、そういうことなんですね。今回は登ることが、まあ、ロボットアームなんでぶっ刺して配膳代わり、はい、あれ敵のヘリなんで、はい、見つからないようにいきましょうね。おお、ロボットアームちょっと今回何かキーポイントになりそうですね。ちょっとね、赤じゃないでしょ、はい、ここで色が違うんで、あれ別のロボットアーム。おお、ということはちょっとまあ、素手の方がしんどいんでね。あ、来ました。あ、さっき頼んだ支援補給が届きました、はい、ダンボール。もうね、宅配の時代ですからね、やっぱり。え、さっきパラシュートどこ行ったんですか。はい、そうです、パラシュートで運びました、はい、パラシュートは燃えたんですかね、はい、痕跡を残す。これ、新しいスネーキングスーツ来ましたね。新しいスネーキングスーツは、はい、ブーツも調子いいだろう。まあ、裸でもいいんですけどね。おうおうおう、服の着替えはこのようにできます。なるほど、はい、ちょっとそういう意味でマザーベースを育てるのが一番楽しみになってきたんですけどね。それはもしかしてその靴も最新作か。これそいつなら君のライフスタイルにフィットする。これはこの後紹介する、プーマさんで紹介する、これ発売します。ただの CM じゃないですか。いや、これむっちゃようできるんですよ。見せすぎ情報、はい、なるほど。はい、はい、頂上にたどり着きました、はい、ちょっと後ろ向いてもらえますか。まあ、ショートカットですね、はい、はい、おー、まあ、これ全部行けるんですよね。行けます。今行ってもいいですし、行かなくてもいいですけど、今用意なのこっちの奥なんで、はい、はい、じゃあ奥の森の方に進んでいきたいと思います、はい、これこの奥森なんで、はい、ほとんど視界が通らないんですよ。うんうんうん、うん、はい、どうするかという話ですね。ということですよね、はい。でこの黄色いロボットアームは、はい、ちょっと違うことができるんで今からお見せしますが、はい、ちょっと見通しが悪いところだと双眼鏡が使いにくいので、はい、そうですよね、まずは何をチェックすればいいかをちょっと調べたいと思います、はい、ロボットアーム、ピンレーダー、ロボットアームでできるんですね。で生物に反応します。悪いのが敵かどうか分かりませんけど、小動物から動物からあれ反応してます。なるほど、機械には反応しませんけどね。生物探知できる、はい、でところを、まあ、自分見てみると、敵がいましたね。あ、いました。あ、でこれが、はい、アナライズ中です。アナライズ分析して、うん、今能力値が出たんですけど、ちょっと A のマークついてますんで、はい、結構いい敵兵です。これはマザーベースで開発したからできるんですけど、そういうことなんですね、はい、あ、それによって、まあ、倒すか、はい、ということができる、まあ、いらない兵士はフルトしないしないということですね、はい、で今2人、まあ、ちょっといい兵士なんで捕まえてみたいと思います、はい、はい、これサプレッサー付きの麻酔銃ですね、うん、はい、はい、あ、ダメです。あ、ヘルメットかぶってたんで、はい、まず発射解されました。見つかります。ちょっと敵の注意をそらしたいと思います。で、個人兵器、はい、これ何ですか。バルーン、バルーン、どうですかこれ。なんですか。デコイ、デコイ、ウォースウォーカーでも出てきました、ね、あれ喋るんですよ。え、大塚さんの声で音と人形で敵を観覧させた、はい、ちょっとアホな兵士さんが今、ね、向こうに行ってますけど、ちょっと今注意引きつけて、はい、あとホールドアップして、その間に、はい、あ、気づかれました。悔しがってます。嬉しい、はい、はい、これで2人の優秀な兵士ゲットできましたので、はい、ほ
まああんなバルーンで誤爆させるような兵士はいらんのですけどね。まあね、あとでね、基地に帰って、はい、説得して仲間になる。まああるんですね。はい、この先もですね、まだまだ見通しの悪いところが、はい、これもずっとこういう状況なんで、ちょっとここで、はい、強力な助っ人を呼びたいと思います。それがまさかの先ほどの、はい、バディの一人ですね。ほう、え、ちょっと待ってください、バディの一人はい、クワイトさん、バディの一人ってを呼びます。なるほどまあ、数はクワイト嫌いなんで、はい、やめてくれと言いますよね。言うてますけど、しまってもらしなんだぞ。カズの趣味ではないんですよ、たぶんね。もう間違い、趣味の問題なんですよ。ボスが好きなんですよ。なるほど、はい、ちょっと今、パラシュートの鍵が映りましたけど、はい、はい、あ、おお、マザーですから。この人はもうヘイロー効果も得意ですからね。マザーで、はい、あ、なんとか、おー、来ました。こう、むちゃくちゃ強いですからね、この人。そうね、はい、やっぱりスナイパーですからね。スナイパーです、はい、攻撃中ですからね。こうやってさん、ちょっと見てみましょうか、うん、まあ、目の保養にもなれますけどね。なんで見たんですかこれ、ダンサー。うなずきました。あ、まあでも敵か味方かわからんのでね。そういうことですよね。あ、まあいいですね、この共感と弟子みたいなじゃあここからクワイトの力を借りて戦闘を再開したいと思います、はい、策敵をしてもらいます。まずですね、狙撃ポイントをして、はい、はい、そこに潜んでもらって、ほう、あのプレイヤーの戦闘をサポートしてもらいます。あくまでもじゃあサポートという形なんですね。あ、いろんなことができます。もっちゃくちゃ早いんでね、これ。早っ、はい、早っ、いや、見えない、はい、まあ一緒に戦うこともできますが、基本はスナイパーなんで、はい、あの策敵とか諜報活動してもらいます。あ、なるほど、なるほど。で、今、緑のマーク、はい、あそこで、スナイピングポイントについたという。あ、まあ、ちょっと銃声が聞こえました。ありましたね。これクワイエットの銃声とは違いますので、なんか、近くにちょっと敵が潜んでいるようなので、はい、ちょっと慎重にしてみましょう。なるほど。なんか BGM も変わりました。だから敵がいます。敵が、ほうほうほう。あ、クワイエットが、森に潜む敵を発見してくれましたね。あ、今のセブスターサのクワじゃなくて、はいはい、あの敵がクワイエットが、お、これ緑のなんですか。あのレーザーサイトです。あのポイントしてます。で、あのまま狙撃命令も出せるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、はい、あの敵編もちょっとゲットしたい。プレイヤーがどうするか、はい、で、鼻歌を歌ってたと思うんですけど、あれが合図です。ポイントしました。ほー。で、まあ、あの彼女に打たせることもできますけど、やっぱり、まあ、自分で打ちたい人はこういうふうに、うん、なるほど、なるほど、はい。まあ、ポイントされてること知らないんで、かわいそうですね。はい、フォローアップして、はい、こんな間抜けの兵士もいらんのですけどでもフルトン回収です。まあちょっとね、最初は人が必要なんで、ね、そうですね。あ、見つかりましたよ。見つかりました。ちょっと大丈夫ですか。あ、え、今のはあ、クワイエットがヘルメットをクワイエットで送ってくれたんでヘッドショットできます。なるほど。まだいるか。ナイスコンビネーションです。そういうコンビネーションもできるわけですか。はい、はい、敵か味方が分かりませんからまだいいですか。なるほど。ちょっと天気が悪くなってきました。あ、天候の変化を確認。あ、ちゃんと出るんですね。あ、雨降ってきましたね。強くなってきましたね。これはちょっと視界があんまりさらに良くない。まあ音はね、はい、聞こえなくなるんですけど、はあはあ、敵の気配もちょっとプレイヤーさん気づきにくくなりますね。なるほど、はい、まあこのように結構いい感じですよね、うんうん、あの潜入じゃなければね。そうですね、はい。じゃあちょっと加えたこの先さらに潜入してもらって、はい、今回ですね、先ほどの狙撃場に潜むんではなくて、はい、指定エリア全体の策敵をしてもらいます。おお、はい、また早いですからね、見てください。なるほど、猛烈に早いです。移動開始しました。今裏っ側を、はい、いやこれおばさんじゃないですよね怖いんですけど、はい、アオン族ですはあ、え、じゃあクワイエットの役割としてはそのマーキングも先にそうしてくれるんですか。策敵してマーキングしてくれます。ほお、拠点に到着しましたね、はい、クワイエットが、ね、で、次々と敵をマーキングしていってくれてます、はい、あれもう彼女がしたんで、お、まあ、あいつらをどうするか自分が決めると。はあ、なるほど。これでだいぶ潜入がしやすくなりましたということですよね。まあ、いいとこはボスに任せるという基本をね、あのうちのスタッフと違いますはい、いいとこ取りじゃないよと。やっぱり、ね、雨降ってるとちょっと視界が良くないんで、そうですね、ちょっと天気を変えたいと思います、ね、はい、でここで皆さんずっと先にそこでやってますファントムシガーを時間を早めたいと思います。さあ、おはーこれ天候、これね、夜はもうこんなに暗いんで、ええ、
ちょっとやめた方がいいですね。ジャングルは逆に見えないですよね、はい、でも夜行性の動物もいますから、はい、ほうほうほう、もちろん夜潜入することもできるんですよね、はいはい、うん、まあ敵も見えないですけどね、ということですよね、はい、さあ現在今時間を進めて天候を回復しようとしてなんですけど、はい、あんまり進めると捕虜は死んでしまいますんで、はい、一応捕虜救出ですからね、はい、なるほど、そうですよね、まあ、違うミッションならいいんですけど、ね、そうですね、そこを考えた方がいいです。ちょっと急がないとダメです、ダック大丈夫ですか。大丈夫ですかね、うん、さあ、はいはい、あ、雨止みましたね、はい、いい天気になりましたけどね、いい天気になりました、はい、じゃあ先にちょっとここから先は敵の数が多いようですので、気をつけてください、はい、まあ、クエットはそこ今いますね、あの緑のマークですね、なるほど、さあマーカーを変えて、これあの最初ここに向かおうとしてたところです、はい、はい、で、あ、ちょっと装備が重装備兵なんで、はい、重装備兵なんで、これはちょっと麻酔が効かないですね、はい、まあ暑いでしょうけどね、まあ、ちょっとでも崖際に立ってるんで、先ほどちょっとアイテムを利用したいと思います、バルーンの別の使い方を、アイテムを利用する、でこい、お、パドーとした、そんな、そんなわけあります？なるほど、あれ結構高等テクニックなんで、そうですよね、成功してよかったです、あ、近くにもう一人いましたよ、はい、で、おびき寄せてます今、こいつも重装兵なので、はい、あれね、いいセンスだとかいっぱい言ってる人も今聞こえないですよ、今日ね、ほうほう、このアームの能力を使ってみたいと思います、これ新しいロボットアームが回ってますね、はい、スタンです、スタン、ビリビリ、手に電気をためて相手にぶつける、はい、なんで、他のアームもいっぱいあります、特殊仕様の、それ早く開発したいですね、はい、で、あ、クワイト、クワイト来ました、お、来た、ほら、クワイト来ましたよ、さあ、そしてちょっとまだ周りに敵残っているようです、こちらの確認もお願いします、はい、はい、これはもしや、あそこですね、ターゲットが、おお、ちょっとターゲットが尋問されているようなので、はい、急いで、はい、クワイトに協力して一気に倒しちゃいましょう、狙えと、クワイトね、あの左の右のやつを狙えと、で自分はこっち、はい、同時、はい、うまくいきました、なるほど、コンビネーションが、そういうコンビネーションもできるわけですか、指示で、まあ、はいはい、じゃあ急いでターゲットの元へ向かってください、はい、ターゲットいましたね、ターゲット生きてますかね、生きてますかね、ターゲットがいました、監督じゃないですか、ダンク？ダンク？ダンク？何自分助けてるんですか？ダンクですね。まだ捕まっちゃいましたね。かあ。無茶しやがって。ボス、ダン君を、あ、ターゲットを回収してくれ。はい、フルトンで回収。なるほどなるほど。はい、回収。あ、フルトン失敗。見つかった。やばいですね。後ろのスナイパーに発見されたようです。はい。これちょっとかなりヤバい状況じゃないですか、あ、他の敵にも見つかっちゃいましたね、はい、戦闘になっちゃいました、ちょっと撃たれてますけどね、ダンク大丈夫ですか、でクワイトさんが後ろの敵を排除して協力してくれてます、はい、あ、ほんとだ、緑のマーキングもしてくれます、はい、はい、今次々とクワイト倒してます、で、撃たなければクワイト撃ちます、あ、ちょっと橋を渡ってくる敵がいるんで、はい、ダンクグレネードで、はい、グレネードランチャーで、なるほどなるほど、橋を破壊して、はい、大丈夫ですかダンクは、はい、あ、ダン君ね、もう一人のダン君ね、もう一人のダン君、よしよしダン君、危ないこと、はい、よし、成功しましたね、今回は、ね、じゃあ、あとは脱出です、まあ、あの、彼を助けたんで、あとは脱出ですね、ホットゾーンを離脱すると、もう見つかってしまったんで、かなり出られてますね、はい、クワイト来た、クワイトもついてきてくれてますね、クワイトは向こうでスナイピング、はい、これは大丈夫かな、ちょっと見ていきました、そこで、はい、さあ、そして、まあ、クワイトがマーキングしてくれる、狙ってくれると、はい、あ、重装備兵ですよ、はい、はい、ヘッド、はい、ヘルメット、あ、またクワイトが、なるほど、はい、またクワイトが、スナイピング、あ、当たってる、当たってる、後ろにいます、後ろに、危なかった、ってる、はい、クワイトが守ってくれてますんで、はい、今のうちに橋渡りましょう、はい、そう、後ろから多分追ってきてますね、あ、向こうの足からも追ってきましたね、はい、じゃあちょっとお取り寄せましょうか、これかなりヤバい状態じゃないですか、ヤバいですね、やばい、マガジンチェンジ、はい、で、デコイをデコイいっぱい使いましょう、はい、1、2、3、はい、はい、おっしゃ、はい、
分身の術、はい、敵がまた引っかかりましたので、まあ、あれが強いかと思ってますんでその間に全員、はい、倒しちゃいましょうか。ワルエットも助けてくれます、はい、おお、あ、よかった、危ない危ないです、はい、あ、また増えましたね、はいはいはい、あ、マーキングしてくれます、はい、まあ、あ、さあ、そしてダイブして大丈夫ですかね、危ない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 、戻ってください、危ないですね、あ、ダン君、どうすんの、あ、挟まれましたね、はい、ちょうど下が枯れ草なので、はい、あれね、燃えるんで火炎瓶を使いたいと思います、火炎瓶で、まあ、ちょっとね、そういう血のりも生かしてやれるわけですか、つや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 、あ、血もだけですね、クワイエットも、あの、打ってくれたりしますけど、あ、あつやつやつ、あぶれあぶれ、クワイエット言いますよ、すごい、はい、僕の、はい、じゃあこれでしばらく追ってきそうにないんで、今のうちにヘル読んじゃいましょうか、はい、はい、はい、じゃあ、行きましょう、ヘルに向かいましょう、行きましょう、あー、まあ、これ、これ違う、これは敵のヘルですね、敵のヘルですね、ダメです、逃げてください、ダメです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 、飛び込みうまいな、はい、ちょっとやばいですね、これちょっと危険だ、あと銃じゃダメだろうな、ランチャーで倒すのに、ね、はい、ラバクチェンジしますけど、あ、ちょっとちょっとやばい、ちょっとやばい、グレネードランチャーで、はい、外してますよ、ダンク逃げてください、弾ないですよ、弾がゼロになった、弾ない、まあ、まあこういうね、はい、なんかこういう予想外の出来事がシーンが出てきてますよ、予想外、はい、危ないですよ、ダンク撃たれてます、撃たれてますか、クワイエット、はい、クワイエットさんどうしますか、あ、来た、さあ、クワイエット、クワイエット、ここでもクワイエットに協力してもらいましょうか、ちょっとね、クワイエット今どこにいたんですか、ランチャーないんで、普通のグレネードを投げて、はい、クワイエットに当ててもらうと、これを撃って、どういうことですか、これ加えて撃った、なるほど、そんなことありますか、まあ、加えてなんでね、まあ、敵か味方か分かりませんから、ね、まだ言いますね、はい、ちょっとジャングル、ね、はい、これヘリ、味方、あ、敵のヘリ倒しましたんで、この辺は降りることができないんで、はい、ヘリがちょっと開けたところまで行きます、なるほど、でクワイエットはこの間猛烈に速く走って、はい、スネークをサポートしてくれてます、ほうほう、ちょっと見えないですけど、緑のが見えてると思うんですけど、ほうほう、まあ、移動開始しつつ、はい、あの煙が怖い、クワイエットですね、はい、大丈夫かな、おー厳しい、やっぱりもう少し、はい、ここヘリが行きますよ、ヘリが、あ、クワイエット、先にヘリ来ました、ヘリ、はい、追ってが来るんで、まだ追ってきてますね、はい、何ですか、いや、クワイエットさんが狙ってくれてる間に乗り込んじゃいましょう、はい、もうクワイエットさんに任せて、まあ、なんかかっこ悪い、ボスとは思えない行動ですね、はい、クワイエット、クワイエット、クワイエット、すごいですね、頑張ってますね、置いていくんですか、クワイエット、いやー、いや、まだやっぱりね、彼女はすごいんですよ、ほら、そう、あそこ戦ってますね、移動しながら、帰ってこい、帰ってこい、おい、帰ってきた、はい、おー、クワイエットも乗って帰ってきました、これで脱出、結構腕打たれてますね、本当ですよね、はい、まあ、ちょっと夕方になってきましたけどね、いや、監督、これ正直クワイエット一人でもいいんじゃないですか、いやいや、まあ、ね、いろいろ使い方ができるんで、ほう、はい、クワイエットさん、でもクワイエットは最初から主観で見るとね、うん、もう目線が、あ、これ今、まあ、そっちに行っちゃいますけども、はい、ええ、あ、今精神状態が、まあ、敵か味方かわからないですよね、すごい強い、これでも監督あれじゃないですか、クワイエット最初からいたら、まあ、結構楽に潜入できそうな気がしますよ、ね、いや、あのね、クワイエットがこうなるにはかなりのことが必要なんです、やっぱりそこはあるんですね、自由潜入なんで、まあ、クワイエットに合わない人も当然いますし、え、合わなくても進行できる、連れてこない人もいますし、あの、ここまで、まあ、ある程度親密度が高くないと一緒に行けない、じゃあそこもやっぱり物語が、あの、まあ自由潜入なんで、自由潜入は自分で考えてくださいと、ちょっと今回発見されて戦闘になっちゃって、ランクはずっとタバコ吸って時間もかかってるから、メタルギアソリッド5ファントムフェインに期待してくれ、ちょっといいですね、この後も東京ゲームショー楽しんでくれよ、敵を
倒しすぎました。そういうことなんですね。はい、はい、ということで、見ていただきました。